どういうことだよ。普通に入ってきたよ。え、でもなんか苦しそうじゃなかったでした？多分ね、こいつよね。え、見したの？見せたというか、目の前でこう持ってたというか。はあ。そしたらこっち見て苦しそうに下がってた。クロさん見に行ってきてくださいよ。透明、透明になって、あ、え、え、鍵落ちてる。は、竹の間の鍵、なんか息遣いが聞く。え、は、一郎さんじゃない？ペイント、は、トラゾー、トラ、待って、トラゾー、トラゾーか今の。おい、お前生きてんのか？トラゾー、大丈夫か？おい、こんなとこで死ぬんじゃない！もう寝たら死ぬぞ！カマキリ？クモキリ？カマキリ？クモキリ？クモキリ？クモキリがどうしたの？クモキリってなんだ？トラゾー？トラゾー？あ、そう？マジかよ。あいつ最後何言いたかったんだ？雲霧？雲霧？聞いたことないぞ。でも文字通りだな、雲を切るってことだよね。うん。わかんない。でもさ、俺これ多分象を使い続けるとさ、あ、9時になった。ゾウ使い続けると、あ、多分そう、ヤシャ来ますよね。だよね。そうっすよね。え、クロナーさんと死神くんは、うん、同じとこに飛んだ。あ、いたいた。うん、あ、一周した。じゃあヤシャに殺される、土蜘蛛に殺される関係ないんだ。竹の間の鍵あったから行きましょう。なんで竹の間だけ？うわ、緑の鍵って持ってないですよね。何も持ってない今回。この奥のスタッフルームが一郎さんがいたとこなんですよ。はあはあはあ。女性宿泊者はもういいから青の鍵で、うん、どこ行こう。とりあえず戻りましょう。オッケー。もう入れとくか。ここしか使い道ないし。黄色の鍵、黄色の鍵はどこでしたっけ、クルナさん。黄色の鍵は売店？そう、売店、土産屋にある。クルナさん、やばいね、やばいね、これいいね。おお、いいね、感じやね。やっぱり白日様の像を使うと逃げてくね。はあ、強っ、強っ、強強やん。でも多分使用回数はあり。やばい、時間がない。とりあえずスタッ、売店のスタッフルームに僕行くための本出してきます。呪いの、いや、閉まってんな。桜の間回収、ちょっと待ってくださいね。ちょっと周り見といてもらっていいですか。うん、あ、今ちょっと桜の間入っちゃった。あ、オッケー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 。どう、あ、桜の間って何もなかったっけ。桜の間の風呂にないですか、お酒。あ、あったあったあった。オッケー、とりあえず全部閉まってこう、邪魔だから。これだけはちょっと資料としてもっとも。来たか。
いやもしかしてまた使った？使わされてる。クロナさん、ほんと大ピンチになったら、うん、僕に投げてください。僕が使いますから。オッケー。と、鬼退治、これは金と木、うん、で、土雲、オッケー。で、あ、そうだ、青の鍵で、青の黄色の鍵がない。え、クロナさん持ってるんです？黄色はまだ手に入ってないね。じゃあちょっと行ってきてもらっていいですか、売店。売店で閉まってた。あ、もう9時なんで開いて、15時ぐらいか、開くのって。ちょっと待ってください。緑の鍵あげっと。緑の鍵了解。あ、緑の鍵で土産入れる。オッケー。で、あの、透明で。俺が使った方がいいか。もういない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 。あ、オッケーオッケーオッケー。そろそろ。あ、来た。この際はマサカリとかも取っちゃうわ。オッケーっす。竹の中にいろいろ入れとく。はい。あ、待って、俺じゃない。風呂場入ってた。時間でございます。時間だ。時間で消えるんだ。消す消す。膝丸。数回使うと壊れそうな僕とマサカリ。ミツバチの巣、シンクのフェンス、黄色の鍵。とりあえずじゃあ取りに行きますか。うん。膝丸で俺殴ったら倒せんのかな、あいつの。厨房はいい。とりあえず倉庫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 。ここで手を手に入れなきゃ。消火器を持ってください、クロナさんが。消火器持ってく。バールもゲット。閉めます。開けてっていく感じだよね。今緑の鍵クロナさん持ってんすよね。緑持ってない。持ってない。持ってない。多分売店のとこに差しっぱ。あ、じゃあ OKOKOK。 これ取りました。 OK。 じゃああそこ行ってみましょう。あのスタッフルーム。 OK。 もしかしたら一郎さんも生きてる可能性あるから。いや、生きててくれ一郎。一郎頼むぜ。いや、やっぱ一郎いないな。いなくなってる。ここに、いやさ、なんかメモと。記録とメモ。はいはい。これどうしたもんか。祭りが始まるって。クロナさん、外行ってみます？行ったことないですよね。行ったことない。15時。把握しておきたい感はある。そろそろなんか怪しまれてる気はするんすよね。俺ら、朝食にも現れてないし、朝の風呂にも来てないんで、厨房ってもう結構見ましたよね。クロナーさん見てくれましたよね、いろいろ。厨房いろいろ見たけど、初日だけで。そうっすよね。中に何があったか覚えてないな。でも重要なものはなかったはず。ここに夢見まんじゅうと同時切りは良い刀って書いてあるんですよね。はいはいはい。金太郎は勇敢で土蜘蛛の首は恐ろしい。この意味がちょっと。こっちに五重の塔があって、うん、こっちに見てください。ここが土蜘蛛神社なのかなっていう。来てる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 。母さん。あー、やだ。まずい。お前ら持ってる。まさかに。消えた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 。まさかに強い。まさかに強すぎる。まさかにでやったの。まさかにで殴ったらなんか煙バカ吐いた。
あ、あれ、あの煙は俺が消火器投げた。あ、なんだ、普通の俺マサカリでダメージを与えただけ。なんかすごい演出かと思っちゃった。あ、黒沢さんが消火器使ってくれたんすね。そう同時に当てたから多分相当。あ、なんだ、俺がすごいのかと思ったら黒沢さんがすごいだけじゃん。いやいや、でも聞いてたかもしんないね、もしかしたら。ダメージは食らってましたね、一応。うん、一応ここ閉じてんすよ。これさ、でこれシンクのフェンスなんで。はいはい、それで壊せる？壊せるんすよ。ナイス。いけるいける。これは？あ、なんかキモいやつだ。うわー、これチェーンソーだ。チェーンソーがないと。ない。じゃあこれ以上上はいけないんだね。他にフェンスでいけるところって。あと竹の間の天守閣の道と。竹の間の天守閣の道。はあ。行きますかじゃあ。あとお風呂の下水。お風呂の下水、あれはなんか女風呂から男風呂に行けるだけなのかなと思いつつ、ちょっとしたショートカっていう感じが。優先順位的に竹の間行きますか。行きましかになっちゃった。また行きましか。焦ると行きましかになっちゃうんだよな俺。どういう髪型なの。これあれだな、食料やばいな今。ピンチっすか。夢見まんじゅうって食えんのかな。あ、食えないわ。なるほど、ね、お供えするためのものしかない。うわぁ、ここだ。そこ、ここでも行けるだけ。ここ行けるようになっただけ。関係ない。関係ない。うわぁ、関係なさそうっすね。やっぱここもショートカットみたいな感じかもしんない。あの忍者ルートの、はいはいはい、忍者ルートの、俺古い書物って読んだの。読みました。なんか昔の土蜘退治の記録が書いてあった。ああ、なるほど。ここは何もなくて。ねえ、クロさん、はい、これ画界じゃない。ほら、ある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 。え、これあるけど、これチェーンソー、結局チェーンソーが必要だから無理だ。画界、え、ここ降りてみるとか。あ、あそこにシンクの、シンクのフェンスあるんすよ。行きますね、もう。消火器ゲット。ナイス、まだチャンスあるかも。あるよ。てか、ベンタが持ってた方がいい。オッケーっす。はっ、こっちは何、何ここ、何ここ、知らない、知らない。裏、赤い通路。あ、これ竹の間の道だ。あー、なるほど、ここに繋がってるわけね。あとは九条家支出、支出、いや、いけないな。鍵もない。鍵穴ないね、確かに。じゃ、いけないんだ。いけるとしたらあとはもう温泉ですけど、時間大丈夫これ。でもここでもしなんかいろいろできて解決できるとするじゃないですか。うん、死神があの状態だとどうなるかがわからないから。ああ、そうか。でもちょっと行ってみるしかないっすね。あの番頭、はいはい、番頭の部屋もまだ入れてないんですよ。はいはいはい。てかこの下全然行ってないじゃん。ほら、この下もなんか召使いの、ね、うん、使用人だ。使用人の部屋。あとパントリーも。クルーさん来てください。何、体力大丈夫ですか。あー、なるほど、これお供えじゃないですか。
バレなかった。待って、ここ神棚っすよね。そう。じゃあ入れないじゃん。入れない。ほら、夜叉の時も。ああ。入れなかったじゃないですか。苦しんでたぞ今。ここいけないんだ。それ夢目まんじゅう僕2個持ってるんで1個。あ、じゃあ1個ずつ使える？使えるの？使えた。おお。オッケー。使える回復した回復した。でっかいでっかいでっかい。あ、しかもマガタマだ。おかご石。おかご石ゲット。え、でもこのおかご石って土雲に使えるんですか？土雲って3文字っすよねこれ。丸々に当てるとですからこれヤシャじゃない。これクロノアさんが2個持ってた方がいいんじゃない？本来なら確かにそうだよね。じゃあクロノアさん持っててください。やつではある。じゃあ他見ますよ。でも2つあんだよな。じゃあちょっとパントリーの中入ってちょっと見てみましょう。じゃあ、okay. パントリーのものと一緒に友達の先輩使用人のメモ見るわ。なんかメモがいくつか入ってる。あれれ、先端の貝どこにしまったかな。だいぶ昔に補充したはずなんだけど、まあいいや、使う機会なんてそうそうないだろうし、新人に見つけたらここにしまってってしまっといてって言っとこう。多分これハツリハンマーの先端だね。でもう一つ心身深い使用人のメモ、夢の神を呼ぶためには夜に戦の合図を鳴らすべし。文献見てもそれこれだけがよくわからないんだよね。あ、お供え物しなきゃ。だって夢の神を呼ぶには夜に戦の合図を鳴らす。てっててれーじゃん。太鼓の音ってこと？いや違うっすよ、笛のことじゃないですか。ホラガイのことじゃない？あ、ホラガイか。確かにあれも戦の合図だもんな。あー、はい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 、そういうことか。この中には2枚のメモと酒呑童子のお酒が、うん、はあ、酒呑童子のお酒と茨城童子のお酒、うん、揃いましたね。とりあえずなんか何か使うか。これ多分お供えするためのやつだったりするのかな、はい、メモには酒呑童子を眠らせたと伝わる名酒、飲んだものを幸せな眠りに誘うとかで、なんかあとは大いなる力には大いなる代償が伴う、力は邪を払うだろう、書いてあるんですよ。スパイダーマンなんですよね。そう、聞いたことある。スパイダーマンによくある言葉なんですよ、うん、他も見ましょう。白、おいけない、白はない、ないですね。あ、よかった、でも来てこんなもんだ。食堂はもう見ましたよね。食堂は、いや、ここちゃんと確認すべきっすね。そう、あの いけないとこあるかもしんない、うん、あー、ここチェーンソーないと無理だ、ね、はいはいはい。一旦それだけ。あ、消火器構えときます。一旦白日様の像使ってもいいけど。 OK です、じゃあそれでやってみましょう。
げないといけないかも。行きましょう、クルナさん。開けます。大丈夫？大丈夫そう、大丈夫そう。あー、よかった。うわー、しょう。マガタマ。オッケー、ちょっと使えるかどうか。はい、やってみましょう。多分俺が食らわないんだよな。クルナさんめっちゃ狙ってますね。使い方忘れた。右クリック。右クリック。後ろから来ないからだけ見てみて。見てきます。ちょっと暗すぎて見えないんだけど。クルナさんの後ろに立ちますこれじゃあ。あ、来た。前から来てる。来た。オッケー。後ろ見てる。後ろ見てる。来てる後ろ。はい。ナイス。あー危ねえ。危ねえ。やばい。ちょっと怖え。やばい。後ろは任せてくださいよ。ナイスナイス。あ、そういえばクルナさんってそのバールって、はいはいはい、オレンジ色のやつ壊せるんでしたっけ。いや、オレンジじゃなくて石レンガか怪しげな砂。怪しげな砂。一応ここに、うん、なんかオレンジのやつあったんすよ、食堂のここに。あー、それは壊せないね。ハツリだね。了解っす。でもハツリの道具は持ってるんですよね。パーツ A だけ持ってるわ。A だけ。先端がまだどこにあるか。先端がどこにあるか。じゃああと行けるとしたら24時だよ先生。俺はもう走れないから。俺も走れないっす、ほぼ。男湯もう黒縄さん白日様のやつもう一回使うしかないですね、本当に。もう一回使うしかないね。でこうホラガイ、ホラガイ黒縄さんのその何でしたっけ、文献によると夜の神を呼ぶには夜に、まあ、鳴らせと。夜の神、夜の神じゃ、夢の神か。夢の神が、あ、一応そこあ、そうそう、これありますあります。これか、はい。どっちが来るのかが分かんないから。夢の神だから。夢の神か、はい。そうそう、白日様でいいはず。ここ壊せるっすよね。壊せる。白日様をじゃあ呼んで、もうぐっちゃぐちゃにしてやります。あとは部屋、桜の間の部屋かな、にもなんか壊せるとこあったはず。おお、ちょ行ってみましょう。開いてる開いてる。あ、これも壊せる。うん、これと、あー、ここハツリかないわ。ちょっとクランさんお願いします。ひざまる、ひざまる持つ。俺これと戦いますよ。一応これもう一回使う、白日様使ってさ。来た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 。ほらほら。くだられる。全部使い切りました。しない。いやでも任せてくれ。やっぱ俺剣道部でよかった。ちゃんと面入った、面入った。オッケー。これさ、結局俺らが何が欲しい、はい、一番欲しいかっていうとさ、チェーンソーなのよね。そうっすね。でもさ、あ、使ってなくても来んのか。チェーンソーなんか結局あの人が管理してるって言ってたよね、番頭さん。そうですね、番頭をなんか使い込まないといけない。これでちょっと聞いてみようかな。これ見えた瞬間、夢の神って吹いてない。一回吹いてみるんで、ダメだったらお願いします。ゆっくりなんだよな。ヤシャ、ヤシャ結構なんかゆっくりじゃない。てか俺ヤシャにぶつ、夢は幻心がどこと、未来は変わるもの、歯車は乱された。
えぇ、マジか。将軍？将軍？いや、君たちよく頑張ってくれてたみたいじゃないか。なんだなんだなんだ。だいぶお待たせしましたね。ずいぶん頑張ってたみたいだね。いやー、ちょっと出るか。とりあえずちょっとうるさいか出ようか。はい。え？え？もしもし？新たな夢はどんな夢である？ツッチ監視してた俺たちも。あ、上から？真っ暗すぎ。ちょっと何も見えない。やばい。ちょっと待ってくださいよ。なんかもうオールスターじゃん。ねえ。マナブさんって全員参戦。五十嵐マナブさんでしょ？